クジラクジラ。なんだね。佐久間大介が密かに推している平成ジャンプんじゃん。いるね。そのメンバーで伸び悩んでいる伊能慶員じゃん。いるね。平成ジャンプ史上最大のやらかしをしたんだよ。そうなの？女性スキャンダルとかの方がまだマシなくらいだよ。おお。おそらくだけど今後メンバーと伊能慶の溝が埋まることはないな。伊能慶はメンバーに土下座して謝罪したけど誰も許さなかったのよ。そうなの？裏切り者と罵倒したメンバーもいたんだよ。伊能さんは何をしたの？伊能慶って2016年から目覚ましテレビのレギュラーじゃん。そうだね。でもなにわ男子の曲が目覚ましテレビの新テーマソングに決まったんだよ。おお。どうやら伊能慶が目覚ましテレビのスタッフになにわ男子をプッシュしたんだって。え、自分たちではなくなにわ男子を？そうなんだよ。普通は平成ジャンプの曲を使ってくださいってなるだろ。もちろん。でも伊能慶はなにわ男子の曲を使ってほしかった。なんでだろう。決まってんだろ。伊能慶はなにわ男子のあるメンバーと交際しているんだよ。恋人がなにわ男子メンバーにいるってこと？そういうことだな。次の動画で伊能慶が誰と付き合っているかさらします。宇宙失うものないんで。